今回はファルサリアとの一騎打ちだ。正直これが最初で最後のチャンスとなるだろう。ブリテンと外敵双方が絶滅するのを避けるためには彼女を止めるしかない。はい、ファルサリア相手に単純な物理攻撃の応酬は無意味でしょう。力技で押し切られます。反面彼女は精神面、感情面の影響を極端に受ける性質があります。ここを突いてファルサリアの弱体化を狙うしかありません。例のマルミア・ドワーズは妖精につけた傷口から直接データを流し込む機能を持つ。中に込められているのは諸君らが辿った歩み、ファルサリアが守ろうとした人間参加そのものだ。叩き込んで繊維を奪ってやれ。頼みの綱はマルミアドワーズだけなのに、そもそも当てるチャンスがやってこない。もしかしてそんなものにすがり続けているのかしら。だとすればそれを奪えばもう諦めて終わった後の世界を受け入れてくれる？ファルサリア、終わった後の世界とは何だ？受け入れるとは。私は世界の存続に不要な存在を抹消する。清き者、正しき者だけを残す。そこから広がる系統樹は輝く者だけで構成されるはず。あなたたちは選ばれたのよ、この私に。光栄に思って新しい王様として次の世界の到来を待ちなさい。そんな未来に意味はない。ファルサリア、それでは単に君の手が汚れるだけではないかね。そこに綺麗で美しい未来が待っているとも思えん。ええ、もちろん。だから次の世界に私の居場所はない。私は醜いものとして奴らと同じ末路をたどる。なんですって。当然でしょ。私を殺せるのは私だけ。そして世界最大の戦力である私は次の世界になんて持ち込めない。きっと生まれてきたことが間違いだった。なら間違いを正して私は消え去る。せめて他の全ての過ちを道連れにして。動けるか。ええ、誰に物を言っているのかしら。今のはさすがに聞き捨てならないしね。もともとチャンスは一度しかないってんですから、諦めるもクソもないでしょ。あれ、まだやるんだ。勝てるわけないのはうすうす分かっているはずなのに。当たり前だろう。こっちはそういう追い詰められたセリフを聞きたくないからここまでやってきているんだ。マルミアドワーズはここだ。叩き込む。
やったか。やったに決まってんでしょ。マルミアドワーズは妖精につけた傷からデータを直接流し込むとかいう話ですし、これで感情面から揺さぶることができればファルサリアを戦意喪失に追い込んで戦力だって弱体化を。へえ、傷からデータをね、そういう仕組みになってたんだ。ま、全く聞いてない。そんな、だってマルミアドワーズで攻撃すればファルサリアは弱体化するって話だったじゃないですか。まさか完成度が 100% じゃなかったからきちんと動作しなかったとか。いや、これはあなたたちが言ったことじゃない。傷を負わせればそこから直接データを流し込むことができるって。かすり傷でも。傷が全くついていない。マルミアドワーズを直撃させたのに傷が全く。だから、さてもういいかしら。あなたたちは正しく優しく温かく、そして何より脆弱な人たち。だから殺しはしない。死なない程度に可愛がってあげるわね。